ポッキー、ポッキー、和製の王子綴り及び英語名、パッキーは日本の菓子メーカー、江崎グリコが1966年、昭和41年から発売しているチョコレート菓子で同社の登録商標、第310万3630号他である。日本をはじめとする世界各国で販売されており、言語圏によっては異なる商品名となっている。詳しくは、 世界での商品展開を参照のこと。1960年代後期、江崎グリコの商品開発担当者は新製品の開発にあたって、既存商品、プリッツにチョコレートをコーティングした菓子を思いついた。当初は全体にコーティングすることを考えていたため、手を汚さずに食べるための方法は開発者を大いに悩ませた。銀紙で包むことも考えたが、費用や手間の問題が、 壁となった。その後、コーティングしていない部分を作り、そこを持たせるという現在のスタイルを考案した。これは、大阪名物の串カツをヒントにしたと言われる。テクテク歩きながら食べるチョコスナックということで、チョコテックと名付け、大阪船屋川市の数十軒の菓子店で、テスト販売をしたところ、大好評だった。しかし、 チョコテックの名は他社によって商標登録されており使用できなかった。そこで細い棒状のものの折れた時の日本語の擬音語、ポッキンの文字りポッキーへと改め1966年昭和41年に商標とした。なお、新部分のプリッツは欧州起源のお菓子グレッツェルに由来するものである。また甘みのある味の バタープリッツを参考にしたものが採用されているため、棒状のビスケットに近い。本商品は、日本以外の国、地域でも広く販売されている。アメリカ合衆国やシンガポールなどでは、日本と同様、パッキーの名で販売されている。ポッキーの和製の王子綴りである、パッキーは、英語では、アバターのあるを意味する語や、男性器の因語と同綴り意義語の関係になってしまうため、 ヨーロッパではこれを避け、ミカドという名前での販売となっている。ミカド、エンというのは、ヨーロッパのランダムに積み重なった棒を一本ずつ取り除いて行き、器用さを競うゲームである、ピックアップスティック、エンゲーム、CF ミカドで使われる竹ひごに似ているためについた名前である。なお、このゲーム名のミカドは元来、天皇の衣装である、ミカド、五門、ミカド。 CF 天皇中世が語源である。マレーシアでは、ロッキーの名で販売されていた。これは、パッキーが、同国の国境であるイスラム教で、食のタブーである豚肉に関連する、英単語、ポーク、イ、豚肉や、ポーキ、イ、豚の、豚のようなを連想させるためである。しかし、世界販売強化による、統一的な PR 戦略を図るため、2014年、 春頃より本家のパッキーに改名することを江崎グリコ本社が発表し、すでに実行されている。中華人民共和国では、ポッキーをもとに簡約された、ピンイン、米球、ウェード式、パイカイ、ポーカイの名で販売され、ビスケットカテゴリーで市場に参入したことが成功し、売上を伸ばしいる。また、同じ中国語圏に属する台湾では、日本と同様、 パッキーの名で販売されている。韓国では2013年6月4日より、江崎グリコとヘテ製菓食品との合弁会社、グリコヘテより、の名で販売されている。名前だけでなく製品の内容も、タイは気温が高いため日本より溶ける温度が高いチョコレートを使って甘さを抑える。ヨーロッパではカカオ100%のチョコレートにするなど、地域によって変えている。 日本では2000年代以降、ムースポッキーやポッキーデコレといった贅沢な原材料を使用したり、季節に合った独特の味を出したりした商品を発売しており、高級感を演出している。ポッキーの百貨店向け商品として、スイーツショップ、バトン同僚を新規に立ち上げ、高島屋大阪店、2012年10月24日、開店、阪急梅田本店、 2012年10月25日開店のデパ地下に出店している。バトンドールミルク、ホワイト、ストロベリー、ウジ抹茶、カフェの5品で20本入り481円、税込みである。2013年6月12日からは、シュガーバター、シナモンシュガー、メープルシュガー、ストロベリーシュガー、抹茶シュガーの5品が36本入り481円、税込みも販売されている。 地域限定商品ジャイアントポッキー夕張メロン、北海道限定。ジャイアントポッキー新州巨峰、長野県限定。ジャイアントポッキー京都抹茶あずき、関西、近畿地方限定。ジャイアントポッキー神戸ワイン、関西、近畿地方限定。ジャイアントポッキー日向の夏みかん、九州限定。期間限定商品ジャイアントポッキー豪華ラン、金箔入り。 ジャイアントレインボーポッキー。日本のメーカーでは1970年代初頭に、かばや食品が、かばやプレッツェルという名で、ポッキーとプリッツを模したプレッツェル菓子を発売している。他に、明治製菓のラッキースティックやフラン、ロッテのトッポがある。韓国では、パッケージの定裁までポッキーに告示しているコピー品、ペペロ、ペペロが1983年から、 韓国ロッテから発売されている。東南アジアでは、チョッキー、チャーキーなる類似品が大量に流通している。CM では歴代その時代を象徴するトップアイドルが起用されている。過去には、岡田奈々、松田聖子、菊池桃子、本田美奈子、南野陽子、吉田栄桜を起用していた。また、日本では、数字の1をポッキーとプリッツに見立て、 毎年の11月11日をポッキープリッツの日としてキャンペーンを展開している。1が6つ並んだ1999年、平成11年11月11日を第1回とし、田中玲奈を起用した CM をしていた。キャンペーンとしてはポッキークリエイターズキャンペーンとして映像部門、音楽部門、ダンス部門、ボイス部門、イ,部門イラスト部門、言葉部門、 写真部門の7部門、各部門で最優秀賞、優秀賞2名を設定、ピキシーフ、ニコルソンなどで募集作品を一般公募した。賞品、賞金は、最優秀賞がポッキー111個と11万円、優秀賞がポッキー11個と1万1円だった。なお作品は2016年11月11日現在、 ポッキークリエイターズ受賞作品ギャラリーで見ることができる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。